Today, we'll look at the future of the shakuhachi, the traditional Japanese flute. After first arriving in Japan from China in the Tang Dynasty, the instrument evolved into its present form over the 12th through 19th centuries. Its name comes from its length of one shaku and eight sun, both traditional Japanese measurements. Craft guide Miyako Yamada will introduce us to the contemporary world of the shakuhachi. Ms. Yamada is visiting with Mamino Yorita, a shakuhachi player. Born in Kyoto, Ms. Yorita entered the world of the shakuhachi at the age of 9. She was the youngest person ever to qualify as a shakuhachi master. She plays an active role in passing along the traditions of the shakuhachi through efforts including performing at festivals around the world. Let's listen for a bit to the deep sounds of this instrument.頼田様がこの道に入られた動機と、その何歳ぐらいの時だったか、そのあたりの話を少しお願いいたします。はい、始めたのは小学校の4年生からでして、はいはい、きっかけが小学校のリコーダーが大好きで、はいはい、もう家でも登下校でもこうピロピロと、吹いてるぐらいでしたので、はいはい、何か笛を吹く楽器を習ったらどうかということで、はい、たまたま知人の方が尺八を習ってらして、はいはい、でご紹介いただいて始めたのがきっかけです。尺八はなかなか難しいと伺っておりますが、そんな小学校4年生の小さい時始められたのは
時はいかがでございました？そうですね、はい、もう本当に尺八は音が出るまでに長くて1年ぐらいかかる方もいらっしゃって、であの首振り3年コロ8年とよく言われるんですけれども、はい、まあ、それぐらいかかるくらい難しい楽器だと言われております。はい、で私は小学校の4年生の頃に何もこう尺八が難しい楽器だということを知らずに、はい、あのレッスンに行きまして、はい、でこういうふうに吹くんだよやってみてって言われて、はいって言ってあのふーっと吹いたらもうふーっと音が初めてで鳴りまして、はいはい、そこからあのもう周りのおじいちゃん、はい、先輩方がすごいって言ってくださって、はい、それで、はい、今につながってます、はい、そうですか、はい、そのご経歴拝見いたしますと東京芸大の邦楽科というところで、はい、その中でまた尺八を専攻なさって、はい、皆さんやはりあの卒業なさって、はい、あの活躍なさってらっしゃいますか？そうですね、はい、私もなんですけれども、はい、やはり古いものは大切に残して、はい、やっぱり継承していくんですけれども、はい、それだけではやはりなかなか新しいあの今の若い方たちには受け入れていただくのが難しいので、はい、何かこうやっぱり聞いていただかないときっかけがないので、はい、きっかけにならないので、はい、どんな演奏でもいいので一度聞いていただきたいという思いから、はい、皆さん今はもう洋楽器、はい、あとはジャズ、はい、ゲーム音楽などいろいろなジャンルにチャレンジしています、はいはいはい、そうでございますか。あの頼田様は今どのような活動をなさっていらっしゃるんでしょうか？はい、リサイタルを、はい、開かせていただいたり、はい、あとは学校に教えに行ったり、はい、あとは小学校でちょっと講演をさせていただいたり、はい、あとは本当に身近なところですと、はい、イタリアンバルのようなお店であったり、はい、京都ですのでお茶屋さんであったり、はい、ちょっと気軽に聞いていただける場所でも、はい、演奏したりしています。それはそれはどういうところにその楽しみとか面白さを見出していらっしゃるんでしょうか？やはりピアノのように、はい、こう鍵盤をこうポーンと弾いたら音が鳴るという楽器ではなくて、はい、自身で音を作り上げる面白さがありまして、はい、同じ1音でも、はい、まあ、このぐらい幅があって例えばこう次の音により効果的に移るために少し高めに吹いたりとか、はい、やっぱり高い音から高低差があった方が、はい、効果的に聞こえるので、はい、曲によって、はい、自分でこう吹き分けるその面白さがあります。じゃあ同じ曲目でも演奏家によって変わってくるということですか？はい、楽譜のようなものはございますんでしょうか？はい、こちらが尺八の楽譜です。これはどのようにそうなんです、はい、五線譜は横で、はい、お玉尺子のようなものなんですけれども、はいはい、尺八の譜面は縦にずっとこう読んでいくんですけれども、はいはい、カタカナと漢字のようなものが合わさった、はい、このちょっとカタカナのツーのようなので、はいはい、このままツーと読みましてツーツレーレーレーローというふうに書いてあります。そのツの時とレの時はその指の動かし方ですか？そうですね、はい、指の形で音が決まりますの で、はい、それがこちらに寄付されています。これはまあすごいですね。最初は、はい、まず読む、はい、読むのも難しかったですし、はいはい、このツーって書いてあるその音の指にする、はい、やっぱり慣れる連動するのまでがすごく時間がかかって、はい、慣れてしまうと、はい、連動でするものですか？すごいですね。はい、慣れです。はい。There's another person who plays an important role in Ms. Yorita's music.
let's meet another prominent figure in the world of the shakuhachi. Shakuhachi player Toshimitsu Ishikawa. Yorita 様とはどのようなご関係で？はい。はい。今はその流派としては同じ金古流なんですけど、はい、師匠筋がちょっと違うというようなことなんですね。はい、で、私は与田さんの高校生の頃の演奏を聞いて、はい、でもうその頃から天才少女で、ちょっとね、そうですか、評価されてるんです。で、なんと上手な人やと思って、ございますか。で、まあそこから陰ながら応援させていただいて、で彼女が京都でリサイタルされる時なんかは、はい、ちょっと僕も応援。はい、やっぱりもう大先輩ですので、はい、大先輩大先生から、やっぱりご経験が豊富でいらっしゃるので、はい、何かこう演奏に際してのアドバイス、はい、または舞台設置に関しても、はいはい、もう細かいところまでいつもご指導いただいてます、はい、まあ、お優しいんですね、はい、その頼田さんを育てようと思ってくださってるんですね。そうですね、やっぱり人間性がいいんです。演奏もちろんいいんですけど、本当に素直な方で、それでこの姿からはもう想像もつかないような鮮やかな演奏をされるので、はいはい、そうですか、こういう人がもっともっとこう羽ばたいて、いただけたらと思って応援してます。どのような世界なんでございましょう、尺八の世界というのは。そうですね、はい、昔はやっぱり、お稽古ごと習い事の世界だったんですね、はい、で家元という人がいて、はい、そこに入門して、はい、で少しずつ勉強して上達してお免状をいただいてというような、で師範になるとかそういうようなところだったんですけど、流派はたくさんございますんですか、現在でも。はい、大きく、いくつかに分けられますけれども、はい、一番大きいのが登山流っていって、はい、これが今事情があって、3つに分かれてるんですけれども、はい、それに対して金古流というのが、はい、あります。で、これは登山流というのがもともと大きな山、一つの山だったのに対して、はい、金古流というのは金古流何々会、何々社とか、はい、こう小さな山がいくつもあるというような感じなんですね。そうでございますか。そしたらその演奏なさる曲目自体が、おのおの違うんでございますか。そうですね、とっても古そうですけど、やはり100年200年って持ちますんですか、この楽器は。しっかり丁寧に作られた楽器で、はい、それをちゃんと保管して、そうでございますか。こちらの頼田さんのは、はいはい、多分江戸時代のやつだと思いますけど。そうですか、はい、このように4本拝見いたしますに、長さが、いろいろございますんですが、どのような音色の違いがあるか、ちょっと拝聴させていただけますでしょうか。はい、これが尺八の標準の長さ、はい、1尺8寸なんですね、はい、で間だけでできていて、はい、中が空洞、こうやれば向こうが見えるという、はい、で前に穴が4つ、はい、後ろに1つです、はい、で全部閉じてから開けていくと、これ5つの音階なんですね。でドロミファソラシドというのはドレミファソラシですが、7音なんですけど、はい、それに対して日本の楽器、日本の音階というのは5つの音から構成されているわけですね、はい、でこの穴をそのまま開けていくと、はい、日本の民謡の音階になるんですね。なかなかいいもんでございますね。そうですね、素朴な音ですね。でも日本のその曲というのは、はい、この開放の音、民謡の音階をそのまま使うんじゃなくて、はい、ちょっとまたその工夫をして、はい、で顎を下げてこうメルとか言ったりするんですけど、こういうようなちょっとこう憂いを含んだっていう、こういう音階で曲ができたりもしています。ピアノで言うと半音、そうですね、そうですね、上がったり下がったり、ね、割合高い音程が出ておりますんですか。
はい、この楽器自体はそれぞれに2オクターブ半ぐらいの音域を持ってます。このあとは5つだけでそんなに音程が変わって、そうですね、口元のコントロールで息のスピードを上げると1オクターブ上の音が出たりとか、そういう風になっておりますんですか。はい、そうですね。この長いのは長いのですね、はい、やはり穴が5つですけれども、この手に合わせてちょっと穴の位置をずらしてあったりします。はいはい、で楽器は小さくなったり、はい、こう短くなったりすると音域が上がるんですね。はい、で逆に長くなったり大きくなったりすると音域が低くなるんですね。はい、そうようでございますか。ですのでこれは一尺八寸管よりは低い音が出るというようなことですね。そうですか。なるほど、その息の吹き込み方によっても変わるというところが、ね、はい、ええ、私も初めてそのように身近で、はあ、そういうところが聞きどころ、ね、見どころでございますんでしょうか。何度ともやっぱり音色がいいですね。はい、ねえ、ええ、でこう鍵盤ですとかその、はい、触ったらその一つの音が出るというんじゃなくて、はい、その同じ音程、はい、同じ高さの音でもいろんな音色を出す。あとそのこの顎のコントロールとか指のコントロールで微妙な音程を作ったりとか。それはすごいですね。先生よければ一つ一曲お願いできますでしょうか。わかりました。はい、you
先生からご覧になって、はい、その頼田さんにこの先どのように活動していってほしいとか、どのようになっていってほしいとか、何かご希望がございますでしょうか。はい、やはり、まあ、これだけこう何拍子も揃った方なんで、はい、もう要望も演奏も実力も揃った方なんで、はい、もうやっぱり、まあ、国内にとど、はい、まあ、まらず国外にも活躍していただいて、その尺八の概念みたいなのをこう覆してほしいというのは。そうですか。ね、そのためにあの応援をね、僕は惜しまないつもりですけれども。で、その頼田さん自身はまたその若い方を弟子にとって自分の技術を教えていくというような夢も持ってらっしゃるんでしょうか。そうですね、はい、やはり、はい、あの尺八の良さを、はい、やっぱり私が自分でも感じている尺八の魅力を後世にも、はい、あの伝えていきたいと思ってますので、はい、やはりこう小さい頃から、はい、一流の、はい、本当の尺八のこう音色、はい、良さに触れていただいて、はいはい、あ、何かちょっと面白そうって思ってもらえるように、はい、いろんな方に聞いていただいて、はい、やっぱりこう門が開いていければいいなと思っております。本当ですね、もうそうやって日本のね文化を伝えていくっていうのは大切なことだと思います。頑張っていただきたいと思います。はい、承知いたします。はい、 Spring 2017 Ms. Yorita takes the stage again today on behalf of the future of the shakuhachi.